僕のダムは、静岡県伊東市蒲田二級河川、伊東大山本川の川口から約6.0キロメートル上流に建設されたダムである。静岡県熱海土木事務所が管理する補助多目的ダムで、伊東大山の治水と伊東市への上水道供給を目的に建設された。伊豆半島を流れる河川に建設された河川法上のダムとしては、初の例である。 包み高63.0メートルの中央土質社水壁型ロックフィルダムである。ダムによって形成された人造湖は松川湖と呼ばれる。伊東大山は伊東市街を貫くようにして流れる。このため、伊東市の水源として重要な役割を持っているが、一方で大雨の際には洪水は一気に伊東市街に押し寄せる。ゆえに古くより、 氾濫被害の絶えない河川であったが1958年の狩野川台風において伊東市に壊滅的な被害を与えた。この狩野川台風を契機に伊東大山の河川改修が計画されたが、流路延長1 0トルの内約8トルは山地であるため堤防が建設できず、残り2トルの平地も河川両岸に人家や 温泉街が密集していることもあって、堤防を新規に建設することは、事業費の増大を招き、事実上不可能に近かった。一方、伊東市は、熱海市と奈良ビーズ地方の観光地として、海水浴客や伊東温泉への観光客が多く、訪れる重要な観光都市でもあった。国鉄伊東線や伊豆急行線が通過していることも、あり。 首都圏のベッドタウンとしても注目され人口は急増。温泉街の拡大も含め上水道の需要が大きく、高まった。だが、伊東大山の自然流量では増加する人口に、対応できるだけの取水が次第に困難となっていき、新たな水源の確保に迫られた。こうした経緯を踏まえ河川管理者である静岡県は、伊東市の治水安全度を高めると同時に、 伊東市への上水道需要を確保するためには、伊東大線に多目的ダムを建設して対処するのが、最も妥当な方法であるとの結論を得た。そして1972年より、伊東大線総合開発事業の中心事業として、伊東市の奥の地先にダムを建設する計画を立てた。これが、奥のダムである。奥のダムと、地政有歩道となっているダム停滞ダム地点は、 岩盤があまり堅固ではない地盤であったこともあり、ロックフィルダムが選定された。当初は1983年に完成する予定であったが、保証交渉などの長期化によって、最終的に1989年に完成を見た。ダム建設に伴い、奥の地区27世帯が移転を余儀なくされた。ダムの目的であるが、治水目的である洪水調節については、 岡橋地点を基準に、伊藤大山の計画降水流量を、毎秒550トンから毎秒250トンに、低減させる。また、伊藤市大川浄水場地点において、毎秒0.506トンの流量を確保し、伊藤大山の正常で一定な流量を維持する、不特定利水を供給する。一方利水目的である、浄水道については、 伊藤温泉をはじめとする伊藤市中心部に対して、日量33,250トンの上水道を供給する。なお、計画当初は、城山ダムという名称で計画されていたが、すでに、神奈川県津久井郡津久井町に城山ダムが完成していたこともあり、混同を避ける意味からダム建設地点の奥のダム名として採用した。奥のダムと松川小ダム湖である、松川湖は、 ダム完成の2年前、1987年に命名された。これは1987年が伊藤市政40周年の記念の年であり、伊藤市政40周年記念事業の一環として建設中の奥野ダム湖の名称を一般公募したことによる、その結果最も多い得票を得た松川湖がダム湖名として選定された。名の由来であるが、伊藤大山が地元では、 一般的に松川と呼ばれていることから、その通称を水港としたのである。なお、長野県にある片桐ダムの人造湖も松川湖と呼ばれる。完成後は管理者である静岡県や伊東市によって周辺整備事業が進められ、現在では伊東市民の憩いの場として多くの市民が訪れる地域に開かれたダムとなっている。特に松川湖岸は、 番頭から春にかけて、名所となる。毎年1月から2月にかけては、約300本のローバイが咲き、売行を堪能できる。それに続き4月から5月にかけては、芝桜が小岩を一斉に染め上げ、花見に多くの観光客や市民が詰めかける。小岩には、展望台や遊歩道も整備されている。毎年7月下旬の夏休みには、1日ダム教室が開かれるが、 親子木工教室のほか普段は立ち入ることのできないロックフィルダムテーを見学することができる。近年ではダム底ー内部を見学できるダムは増加しているが、そのほとんどは重力式コンクリートダムであり、ロックフィルダム内部を見学できるダムは稀である。また、松川湖は伊豆半島における数少ない湖釣りのスポットでもある。主に釣れるのは ニジマスやアマゴであるが、ルアーフィッシングも可能であることから、多くの釣り客も訪れる。漁業権は、伊東市松川漁業協同組合が所有しており、追加地券は1000円、年間券は8000円となっている。なお、ワームを使った釣りは禁止されているほか、桜の開花時期は危険回避の観点から一部の場所が、立ち入り制限されるので、注意が必要である。このように、松川湖は、 伊東市にににおおける新たなな観観光光スポットとなっており、特にゴーールデンウィークには観光客も多い。このためダムを管理する静岡県熱海土木事務所では毎年連休前に遊歩道や展望台などの周辺設備を点検している。最近では松川湖を考える会などの市民ボランティア組織も加わり環境整備を行っている。奥のダムと松川湖周辺は現在 静岡県指定奥のダム長獣保護区に指定されている。だが、この長獣保護区指定は、ダム完成後のことであり、ダム建設によって鳥類が繁殖したというケースである。ダム建設は環境に大幅な改変を加えることから、ダムと環境との関わりについて論争されることは、しばしばである。特に1998年に、環境影響評価法が施行された後は、 猛禽類の繁殖が確認されたことで、ダム建設がストップする例も多く、開発と環境保護の整合性が問題になっている。奥のダム建設に際しても、このような懸念があったことから鳥類への影響についての調査が行われることとなり、ダム本体着工前の1981年12月より、ダム完成後の1992年3月までの11年間、 伊豆屋町愛好会によって生息調査が継続的に実施された。ダム建設当時は、オシドリとカルガモの他には目立った鳥類の生息は確認されていなかった。だが、ダム工事を経て完成して、以降次第に鳥類の数が増加して行った。カモ類では、トモエガモが新たに増え、この他赤葉ジロやツバメ、アマツバメなどが新たに確認された。さらに、 ダム建設前には確認されていなかった、猛禽類も確認されるようになり、ミサゴやワシタカが確認されたほか、サしバが南方へ渡る、再の飛行コースになっていることも調査で判明した。最終的に調査したところ、建設前の鳥類生息数は5目17かで、あったが完成後は倍以上となる13目29か87種の鳥類の生息や飛行が確認された。これは、 人造庫の生成という新たな環境の出現により水辺が生まれ餌となる魚類の捕食がしやすくなったことや淡水による水位の上昇で狭い谷だったのが相対的に広くなったことで飛来しやすくなったことが考えられている。こうした結果によりダム周辺は超重保護区に指定されたわけだがと書く環境破壊の権ンとして環境保護団体や エコロジストなどから意味嫌われているダムが鳥類の環境形成に寄与しているという一面を見ることができる。伊藤市外から至近距離に位置する都市型ダムのため交通アクセスは簡便である。ありがとうございます。